ここ最近、人工知能は目覚ましいスピードで進化しています。私たちの生活においてもスマートフォンや AI スピーカーなど多くのもので親しまれるようになり、とても身近な存在となってきました。しかし一方で、今まで人間にしかできなかった仕事が AI の進化によって可能となり、取って代わられるかもしれないと心配されています。私たちの仕事は将来本当に AI に奪われてしまうのでしょうか。こんにちは、星ルナです。今回は AI が握る私たちの未来についてご紹介します。1.10 年で 47% の仕事が失われる。機械にとって代わられる可能性があるという人間の仕事は実は非常にたくさんあります。米国労働省のデータをもとに、今後どれだけコンピューター技術によって自動化される可能性があるのかを分析したところ、今後10年から20年程度でアメリカの総雇用者の約 47% の仕事が自動化される可能性があるとの結果が出ました。つまりこの 47% の人が将来仕事を失うことになるかもしれないということなのです。イギリスオックスフォード大学の准教授が研究員と共に発表した論文、コンピューター化によって仕事は失われるのか、世界的に話題となりました。今後消えゆく職業が明らかにされたことで、産業界に大きな波紋を呼んだのです。2. AI の進化。ロボットは工場などですでに活用されてきましたが、その能力は飛躍的に伸びています。これまではルーティン的な作業しかできないとされていたロボットですが、その常識を覆すようなことが起きています。ソフトバンクが発表するペッパーのように、まさに感情をも認識してしまうロボットまで出現している今、その可能性は未知数と言えます。子供の頃に漫画やアニメで見た世界が実現されていくのを見ると、思わずワクワクしますが、喜んでばかりもいられない状況が近づいているのです。ロボットが完全に人間の知性を手に入れるにはあと50年はかかると言われていますが、50年後には本当にロボットに仕事を受け渡す世の中になっているのでしょうか。ちょっと怖い気がしますね。3. ビッグデータと AI。 最近の目覚ましい技術革新の中で特に注目すべきはビッグデータです。これまで不可能だった膨大な量のデータを処理できるコンピューターが出現し、非ルーティン作業だとされていた仕事をルーティン化することが可能になりつつあるのです。医療分野などでその試みが進められています。何十万件という医療報告書、患者の記録や臨床試験結果などを人工知能型コンピューターで分析し、患者一人一人の症状や遺伝子、薬歴などを分析比較することで、それぞれに適した最良の治療計画を制作することができるのです。ビッグデータがこういったことに役立てられるのは素晴らしいことですよね。4. センサー技術の進化。ビッグデータとともに期待されるのはセンサー技術の進化です。この技術が発展することで、これまで人間にしかできないとされていた認知能力を必要とする作業が可能になるのです。最先端のセンサー技術を備えた機械が活躍すると、どのようなことが可能になるのでしょう。例えば北京やサンパウロなどでは、水道のパイプやポンプにセンサーを設置し、早期に水道管の不具合を見つけることで 40% から
50% の水漏れの削減に成功したそうです。作業員が手作業で確認する必要がないのは画期的ですね。この技術の進化によって患者を観察する医療現場のスタッフの仕事なども不要になるかもしれません。人間は休息や睡眠を取らないと疲れたり集中力が低下したりしますが、機械にはその心配がないので、そのメリットは大きいと言えるでしょう。5、複雑な手作業を AI で。従来は単純化できる作業だけが機械化されてきましたが、今後はより複雑な作業まで機械化できるようになるといいます。病院内での各患者のもとに食事を運んだりするのはもちろんのこと、繊細で高度な技術を求められる手術に至るまで、そのすべてをロボットに任せる日が来るかもしれません。いかがでしたか？ここ最近急激に押し寄せる AI の波、人間に足りない部分を機械で助けてもらいたい、上手に共存していけたら素晴らしいですよね。ご飯を作ってくれる料理ロボット、早く来ないかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。